ライブ動作としてのいわゆるシャフトをこう使っていく作業っていうのが非常にうまく効率よくできてきたっていうふうに思います、はい、で、これからちょっとやっていただきたいのが全体のスイングのこの絵を作っていくために、もちろん球打ちもそうなんですけれど、はい、どちらかというと今度は素振りでフィニッシュまでの絵をこうきれいに作っていきたいなっていうところがあります、はい、素振りシャドースイングの中でのスイング作りっていうのをちょっとやっていきたいなというふうに思います、はいはい、で今回はですねちょっとこんなアイテムがあります。ちょっと次から入りましょう。はい、じゃあ、今回のアイテムはこちらになります。はい、で、何かというと、練習場とか行っちゃうと、はい、なかなかこう素振りって言ってもこうずっと素振りしてるわけにもいかないじゃないですか。もちろん練習場側にもご迷惑ですし、ボールの数がいかないから。やっぱり、どうしても打っちゃうっていう、ね、言い訳に負けちゃうと思うんですよ。で、こういう短いクラブで、50分、はい、で、危なくない範囲内でちょっとスイング作りっていうのをやってもらいたいなというところなんです、はいはい、でクラブを全く持たない状態でフィニッシュのように作ってもなんかこうやってイメージが湧かない、うん、ただある程度の長さ、それからこれはちょっとうちに使わせてもらったんですけど、うん、ちょっとバランスもこう合わせてるんで、うん、7番とか6番円ぐらいのバランスで重さ的にも非常に振り応えのあるやつなんですね。でこれでちょっとやってもらう、はい、でどうするかというとまずこう少しこの高いね、こう ティーアップできるやつですね、うん、グリップを逆さまにしたこれ A コーンという試合のコーンを作ってるんですけど、うん、でこの、A コーンで高さ、大体こう合います、うん、アドレスした時の長さ、うん、全体で、そこでバックスイングを上げてフィニッシュまでの作業をこれ軽くこう当たっていけば最高、うん、でそのままフィニッシュを作っていくっていう練習をしていきます、ね、で、欲を言うと姿見とかがあれば、向こう側にこう置いてほしい、あれとか向こう側に打つ方向に鏡があると嬉しいです、うんうんうん、で終わった後にスイングフィニッシュが自分でこう見れるような、うん、正面で見れるような形を作っている。で単純にすごく言い方悪いですけど終わった後ちょっとナルシストになっちゃってください私のスイング綺麗ねっていうスイングをどんどんこう作っていってイメージしていきたい。で、やり方です、はい、まずどうするかというと今までのフォロースルー止めていただいてたのあったじゃないですか、うん、こっから先にどちらかというとクラブヘッドの重さがそのまんま、腕をリードしていってくれるっていうふうに思ってください、はい、フィニッシュってよくこうプロゴルファーたちみたいにすごくきれいに作ろうと思って大体アマチュアの方は右腰を右肩が追い抜こうとするんですよ。イメージとしては先に腰はこうリードずっとしてるわけですね。でリードしてきて腕がパーンと伸びてきて右肩は右腰をイメージしてあまり追い抜かないような形でそのままクラブヘッドが抜けていってフィニッシュまで作っていくという感じになります。で最後結構きついです。結構背中疲れます。お腹もぐっとよじれる感じになってくるんでちょっとその辺をイメージしてやっていきたいなというふうに思います。はい、ちょっと一回まずこれで頭の中始めるんですけど、はい、頭の中で、ちょっとこんな長さ持ったことないですよ。大体そうです。で、この腰に一緒になった、はいはい、で、今まで通りのちょっとスイングで作ってみましょう。さっきのこのハーフぐらいです。普通です。当たらなくてもいいですし、当たったら上がってみましょう。で、なんか嫌なことありましたか？嫌なことありましたね、これね。ストレス発散にもなったんですけど、ね、いいですよ、でもいいです。ちょっと今のね、厚めに入ったんですよ、ね、大丈夫です、はいはい、でもいいです。当てることが目的じゃないから当たらなくても当たりすぎてもいいです、はい、もう一回小さめのさっきの感じの動きを中心に考えます。で、バーンできますよね。で、このまま今度はクラブヘッドがリードしていくのでこう作っていく感じになります。はい、で結構すごお腹とかね、背中すごい張ると思うんですけど、そうこういう感じで作っていきます。きついです。で、できるだけこうダイナミックに大きく作ってるイメージでいいです。バーン、そうそのイメージをちょっと作り、ご自身で見てもらいたいんで一回じゃ外して、はい、判定しましょう。外して、はい、で、バックスイングかけてで、できるだけ長く大きく作っておきます、ね、はい、こう自分の左肘とかこう高ま
ないように曲げすぎないようにしてます。挟まないように。そう、長く大きくしていく感じ。そう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 。この感じ。あー、いいっすね。いいっすね。そのぐらいやっていいっすね。はい。そう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 。それって今まであのインパクトからフォロースルーまでの動作で腕をこう小さい動作の中でパンって伸ばしてくださいってやってたじゃないですか。はい、でこの伸ばした状態をそのまま保って腕を締める持っていくぐらいのつもりです。で、こう。そう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 、大きく。そうです。ちょっと息ができない、ちょっと苦しい感じだと思います。つい。はい、で2秒間と思います。はい、もう一回いきましょう。はい、OK です。最後に見てください。さっきのやつがここでね、こう飛べてる感じでしたけど、今のは作って、ヘッドが走っていってフィニッシュで、ちょっとこういう感じになると、ちょっとこう、ゴルフっぽい感じの雰囲気が出てくるかなと。ぽいです。もうちょっと肘も高くてもいいかなって感じですよね。少しこっちにこうやって引く癖があるんで、昔ほらこうやってちょっとこう引きながら打ってたじゃないですか。それがこう余裕が残っちゃってるんで、もっと長く大きく作っていってもいいかな。もっと高いイメージです。高いイメージです。高いイメージです。そして受けてって大きく作っていく感じ。まあ、でも綺麗ですね。今までのが。止めてたんで、はい、まあ、最近よくプロゴルファーたちがライン出しみたいな、うんうんうん、いわゆる特にですけどアイアンとかで正確にね、曲がらないように、そして縦の距離を合わせるようにって、うん、ちょっとスリークォーターっぽい感じの大きさで打たれてる動作、はい、でこれは、これからもずっとゴルフをやっていく上で、例えば番手感を打つとき、例えば7番じゃちょっと弱いな、6番じゃちょっと大きいなと思ったときに、例えば6番アイアンで、この3クォーターぐらいで打つと、その番手感が出てくるので、これはこれで武器としていいと思うんですよ。練習は引き続き、ボールを打つときはこの動作で打っていってください。はい、そして、家で練習なしていただけるようだったら、振れます？振れますよ。広いとこ住んでるんですね。家にチャンス。無理やりやるんです。その時はこのちょっと今日持って帰っていただいて、はい、一回試してみてください、はい、でこれでちょっと練習をしていって、はい、でこれに今度向こういわゆる打つ方向振る方向が危なくなければ、こういうちょっと持っていただいて、こういうすごい柔らかいスポンジボールがあるんですよ。でこれちょっと飛ぶやつなんだけど、飛ばないやつちょっとお渡しするんで、はい、これでこう押してで、まあ、向こうがカーテンとかね、ダメだら大丈夫と思うので、うん、それに向かって、あんまりこう、頑張るぞって言って、後ろに持ってきます。はい、動いちゃいました。あ、動いちゃいましたけど、そうですね。まあ、あんまりそこはね、気にせずに、はい、で、作っていただいて、フィニッシュまでやっていくと雰囲気変わってくると思うので、う、今回そこがテーマですかね。はい、はい、で、まあ、動作の中ではそれっていう感じにしといて、そのこれから先についてなんですけれど、どうしましょう。コース的には、7月か8月ぐらいに難しいと思うんですけど、そのコースの方に行って、はい、で僕もちょっと直接まあ、ちょっとキャディーをしながらやるのか、それをコーチングだけなのか、はい、ただ見てるだけなのか、はい、そこまで決まってないですけれど、はい、いずれにしろそれをちょっと確認しながら見ていきたいなと思います。はい、リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますので、
で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。